東京都が23日公表した築地再開発素案には、カジノを中核とする統合型リゾート IR で、想定される国際会議場や展示場、ホテルなどの施設が盛り込まれる一方、カジノそのものは見送られた。小池百合子知事は同日、記者団に基本的に今回の素案を、ベースに進めると述べ、 の誘致に慎重姿勢を崩さなかったが関係者の間ではいずれ表明するのではないかとの見方もくすぶる2018年7月成立した IR 実施法は国が認定する施設数について当初は3か所を上限とし7年後に増やすかどうか検討すると規定国は今回にも 認定に関する基本方針を公表20年代半ばに国内初の IR が誕生する見込みだ。25年国際博覧会万博の開催が決まった大阪府市は認定第一号を目指し和歌山県や長崎県なども準備を進めている。仮に都が誘致を表明すれば大本命に躍り出る関係者のは確実。 しかし、20年の東京五輪パラリンピック開催を控え、東京一極集中への批判もあるだけに、との動きは鈍い。都庁幹部は国際会議場が足りない。との声は以前からあり、カジノとは全く別の話だと強調する。そんな中、当初の3加所の枠ではなく、7年後を目指す案も浮上。小池市周辺は、 他の都市で開業後やっぱり東京でやってほしいと。壊れてから手を挙げればいいと語る。別の幹部はカジノ抜きではサビ抜きの寿司と同じ。それでも美味しいと訪日客に言えるのかと指摘した上で小池知事が政治的に判断すればカジノ誘致の可能性もゼロではないとの見方を示した。